井上金目から1943年3月18日は、日本の弁護士、政治家、衆議院議員、実業家、松山商工会議所回答。早稲田大学評議員、松山高等商業学校理事、北代中学会理事、属籍は愛媛県市族。号は房井を、伊予国北郡、姿村の庄屋の家に生まれた。 ゆ友平守の長男。後に、井上家の養子師となる。地元の小中学校を経て1882年に、上京して、丸山桜塾、岡松亀谷塾で学び、翌年感学者、鈴村譲の海南書院で学ぶ。法学を独習して大元人主権に合格。1888年に、再び上京して、東京専門学校に入学。 成績優秀により奥間綾子から商品を授与されるも、義系優ともまさ親の説得により、同行を中退し、1890年1月、松山市三番町に大原人事務所を開く。同年立憲会新党に入党。1897年、愛媛県会議員に当選、議長も務めた。1902年に、愛媛軍部から第七回衆議院議員総選挙に、 出馬して当選1908年まで衆議院議員を3期務めた。第10回衆議院議員総選挙には出馬せず、自らの地盤を最下基地に譲って、正解の第1線から退いた。実業界では1888年に伊予鉄道委員となる。後、第3代、第5代同社社長。 1927年10月から1933年8月まで松山商工会議所会頭も務めた。1933年に伊予鉄道電機会長を辞し、退職金を愛媛県立図書館の建設費に寄贈した。教育会では1902年に社団法人北を中学会理事となり、1924年には北予中学校の校長に秋山義古を招聘。 また、新田長次郎らと協力して、松山高等商業学校を設立。さらに、伊予鉄道電機の重役に対する、慰労金5万円を寄贈して、道具グラウンドを建設。道グラウンドには、野球場、陸上競技場、テニスコート、プール、児童遊戯場も設けられ、愛媛県のスポーツ振興に大きく貢献した。1943年3月18日死去。 79歳。法名は、県特院陽道不昧庫寺。葬儀は、松山市内の寺院で、伊予鉄道電気車葬により行われた。信仰のあった渋沢栄一から贈られた、ふさ、伊予という画語を用いて、和歌を読み、伊予市段階を援助して自らも多くの論文を寄せた。東京専門学校の中退者ではあるが、1894年に、 推薦交有となり、1914年6月14日に大熊邸で行われた総大交有有志大会では、四国交有会総大として祝辞を述べている。趣味は囲碁、宗教は仏教。住所は愛媛県松山市豊坂町二丁目、道県温泉郡水戸浜町大技新居浜。ありがとうございます。